木村でお願いします。はい、ではスライドの1枚目お願いします。まずスクラッチの情報です。現在ですね、ブレイブルーのですねスクラッチ配信されてますけども、アークシステムワークスさんとのコラボ第2弾ということで、ギルティギアの方の、コラボのコスチュームのスクラッチが配信されます。ソル、カイ、ミリア、エルフェルト、レイの、コスチュームや髪型、ボイス、ステージ、BGM、武器明細が登場しますので、ぜひですねファンの方も、ゲットいただきたいですし、結構ですね今回もカラーバリエーションとかも入ってますので、これを機会にですねちょっとギルティギア知ってですね、コスチュームを楽しむってこともやっていただければなと思います。はい、次行きましょう。そしてですね、いくつか、シンデリークラフトが入ります。さらに、タイムアタックランキングにソロランキングも追加されますので、これまでですねなかなかパーティー組まないとちょっとランキング挑戦できないしなと思っていた方はですねこの機会にちょっとソロでもですねランキング挑戦いただければと思います。さらに、好評いただいておりますですね、ラゴールメモリーによる交換ということで、キャストのですねレイキャスト、レイキャシールのですね、コスチュームが交換できますし、さらに、新しいアクセサリーアイテムとして頭乗りシャットというアイテムが、入手できるようになりますので、ぜひこちらもですね、入手方法はですねいろいろありますが、キャンペーンページ等ですねご確認いただければと思います。ラゴールメモリーですね。はい、次お願いします。はい、そして、この終わりなき無限のですねアップデートタイトル名にもなっておりますが、チャレンジクエストの第2弾、ミッション決断が、登場いたします。これスガンマディどんな感じでしょう。聞きたい、うん、聞きたい、はい、聞きたいです。マイルとその、今回のエネルギーをどちらか選んで選択していくような形になっております。最初どこのど、ところで誰がどっちをやるかというのも最初に、ね、決めて進んでいってもらえればいいかなと思ってます。また1と違って割とショートに、なっておりますので、だいたいエリア5等波で30分ぐらいを目安に考えてもらえればいいかなと思います。伺ったんですけど今回は最初からみんなギアを持ってる状態でって、はい、ギアを持って登場します、ね、どんな武器も案外そのまま使えるっていう感じですかね。そうですね。はい、なるほど、はい、一度クリアすることでイデアル系のユニットが交換所に出るんでしたっけ。今回今マイル貯めてる方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、注意点が1点ありまして、はい、あ、榎本さんもだいぶ貯めてますか。まだ20万ぐらい残ってます。はい、この配信においていきなり交換所に行ってもですね新アイテムは入っておりません。チャレンジ2を今回の、決断をですね、エリア3までクリアしていただくことで、交換所が開きますので、ぜひ一度まず、触っていただいてから交換所に向かっていただければと思います。エリア3っていうのは、はい、まあ、頑張ればいけるかな。頑張れば大丈夫だと思います、はい、ありがとうございます。まあいけんだろうっていう、はい、はい、また、もう1点補足事項がございます。はい、チャレンジのですね、前回どの、1と2で、分散してしまうのではないかというご意見に関して、明確な回答しておりませんでしたので補足させていただきます。今回からですね、1と2両方配信、された状態となりますので、比較的、人がですねどちらかに集まりやすいように、ウィークリー週ごとにですね、どちらかに、ブーストがかかるような形で、考えております。配信される26日からの最初の週に関しましてはチャレンジ2新しい方にですね、マイルブーストをかけさせていただきますので、その後1212という形で、ブーストをさせていただきますので、その形で、まあ、今週はこっちをやろうというふうに、ある程度、人がですね少しでも集まりやすいように、少し配慮させていただいております。それはやっぱり水曜日基準なんですか。あ、水曜日切り替わりだと思っていただければと思います。わかりました。パーセントはいくつですか。パーセント、そうですね、はい、お願いします。 50% です。お、結構いくね。いくね。あ、2倍ぐらいいくんじゃない、はい、2倍まではいかないですね。今報酬で2倍になってると思うんですけど、ずっとですか。いつまでとかあるんですか。その辺りはまた、はい、必死か。必死だよ。スケジュールを調整しないと、ね。まあ、配信されて少しの間はやります。 1.5 倍、はい、50はでかい。またスケジュールの方はですね公式ホームページの方で公開していきますので、はい、ご確認ください。はい、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 イデアルユニットのですね設定画がですねまだ配信前なんですけど、はい、設定画コーナーにあります。そうなんですね、はい、あ、そうなんだ。よかったら見に行ってください、うん、はい、ぜひ皆さんチャレンジにもですね足を運んでいただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、でこれは、はい、以上です。8月26日の配信内容でした。